こんにちは、ヨーコです。今日はシーフォールドをお見せします。カップをこのように潰したら2つに折り曲げます。これだけです。この角度から見るとアルファベットの C や U に見えるため、 C フォールドや U フォールドと呼ばれています。10個近く折り方がある中で唯一片手でできるのが C フォールドです。とても簡単で膣の中で開きやすい折り方のため、月経カップの説明書でもよく目にします。ただ挿入部分がとても太いので、痛い方は無理をせず他の折り方でチャレンジしましょう。当チャンネルでは月経カップに関する情報を発信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。